はい、どうもこんにちは、高島です。今回はですね、僕が育てている植物というわけでね、僕が育てている植物プラバチが丸出しで、すごくダサい。こっちもプラバチ丸出しになってる。このままじゃまずい。早くしないと。というわけでね、植物用の鉢をゲットしちゃおうかなっていうふうに思ってるんですが、鉢を選ぶのもインテリアの一部になりますので、失敗するとね、あんまりいいインテリアにはならないんですよね。なので鉢の選び方っていうのをね、考えた上で購入する鉢も決めちゃおうかなっていうふうに思ってます。でまずですね、こういう場合はですね、どんな事例があるか、どういう使われ方をしているのかっていうところを見ていきで、でその中で自宅に合うものっていうのを選んで、そして購入していくっていうのがね、大事になるかなっていうふうに思いますので、ちょっとね、今回は鉢の色とか、あとは鉢の高さとかね、素材もいろいろありますよね。あのデザイン、形なんかにもいろいろあります。持っている植物と鉢の相性なんかもいろいろ見えてきましたので、そちらの方をですね、事例を交えながら自分がどの鉢を選ぶべきかっていうところをね、ご紹介していきたいと思います。どのデザインにするかっていう前に、植物を直接入れる鉢と鉢カバーの2択になると思うんですね。先ほど見ていただいたように、プラ鉢、はい、今映ってますけど、すごくねダサくてとってもいいものではないと思いますが、これがですね、プラ鉢はプラ鉢でですね、用途としては優秀な部分も結構多いんですよね。例えば軽さもありますよね。軽いっていうのもありますし、あと水の切れ方っていうのもね、なかなかスッとね、綺麗に水が切れる形でできていたりだとか、プラスチックなのですごく強いです。僕がおすすめするのは、小さいものだったらまだいいかもしれないけど、大きい鉢だったら直接土をね入れてしまうと、水やりとかがねものすごく大変になってしまうので、鉢カバーの方がねおすすめじゃないかなっていうふうには思っております。それを踏まえた上でね、色を見ていきたいと思うんですが、色としては大きく分けたら、白、グレー、黒、あとはテラコッタっていうレンガ色、さらに、その他の色っていうふうに分類してみました。でまずですね、白の方を見ていきたいと思うんですが、白はですね、やや目立ちます。はい、インテリアの中でもちょっとね、目が行くような存在感をね感じると思います。その他の特徴としては、ちょっとね清潔感を感じるっていう面もあると思います。例えばこんな感じ、ちょっとねやっぱり目立つけど、まあ、清潔感もあるっていうことで、白のね特徴がこんな感じです。続いてはグレーなんですが、グレーだと特徴としては馴染むっていう特徴があると思います。インテリアの邪魔しないっていうところもありますので、グレーは割と万能なカラーだと思います。続いて黒ですね。黒に関しては重たい印象になります。黒だから体感的にお分かりいただけていると思うんですが、実際にねやってみると結構存在感があります。大きい鉢はですね、かなり圧迫感があるので、小型の方がおすすめかなっていうふうに思います。はい、続いてはですね、テラコッタ、はい、レンガ色ですね。こちらはですね、ナチュラルウッドと組み合わせると意外とですね、色の統一感を感じるっていうところがあると思いました。であとですね、室内屋外どちらでも向いているようなものになっていて、その他にはドライガーデン系、例えばアガベとかサボテンとかね、そういったドライガーデン系と呼ばれるね植物との相性がすごくいいです。はい、こんな感じですよね。いろんなねデザインがあるけど、共通の色なんですよね。なのでこっちのお店で購入したテラコッタの色と、こっちのお店で選んだテラコッタの色はね、同じ色なんですよ、ほとんど。なのでいろんなところで購入したとしても統一感が出るっていうところで、かなりねポイントかなっていうふうに思います。その他のカラーに関しては、アクセントカラーに使うっていうことが、おすすめかなっていうふうに思います。他にはですね、もしねその他の色付きのものを選ぶんだとしたら、インテリアの中にある色をピックアップしてね、それを選ぶのが失敗しないやり方かなっていうふうに思いました。でなので、やや目立つっていう特徴があると思います。続きまして、鉢の高さですね。これも実は特徴があるというか、インテリアにおける影響がね結構あると思いました。まずですね、地面に置くっていうのありますよね。床に置くタイプですね。床に置くのは、どっしりとした大鉢の場合は床がおすすめかなっていうふうに思います。事例を見るだけでもね結構わかるんですけど、こんな感じになったりとか、あとはですね、細かいものだと1個2個置くんじゃなくて、もうちょっとね複数いくつか置くような感じの方が様になるかなっていう
というふうに思います。インテリアの広さに対してちっちゃい鉢っていうのはですね、置くとすごくねノイズ感が出てしまうんですよね。ごちゃごちゃってしちゃうんですよね。なのでできるだけ同じような大きさがある場合はこうまとめてあげるっていうのがね鉄則かなっていうふうに思います。地面に置く場合のねデメリットとしては掃除がしづらいっていうのがあると思いますので、まあ、やっぱり大きいものを単発で置く、せいぜい2つとかね置いていただくっていうのがねいいやり方かなっていうふうに思います。続いての鉢の高さとしては専用台とかスタンドを使った場合っていうやり方もあると思います。で単独じゃなくて上下のバランスを楽しむために使うのがいいかなっていうふうに思います。例えばこんな感じで地面だけだと下にね重心が集まってしまうので空間がね上がスカスカになってしまったりとか、あとはバランスが悪いなっていうふうに感じてしまうことあると思うんですが、例えばこういったスタンドをうまく使うと高さが出るのでバランスがですね調整しやすいっていうことがあると思います。続いての置き方としては枕目っていうのもありますよね。枕目っていうのはこうやってハンギングの場合ですね、こんな感じでですね吊るすタイプの植物っていうのもねインテリアには結構ね影響あると思います。これをやるためにはですね大型のものはやっぱり重たいので小型のものに限られると思います。垂れる系の植物、例えばグリーンネックレスとか、あとはねジグザグカクタスとかね、上に向かって生えるようなものだとねぶつかっちゃうので垂れるような柳のような形をしているものがいいかなっていうふうに思います。他にもね鉢の高さを調整する場合は棚の上に置くっていうやり方もあると思います。その場合は小型で特別なねこだわっている植物というか自分が特別にしている植物なんかを置いてあげるっていうのもねいいかなというふうに思います。雑貨なんかと組み合わせてねこんなような感じで設置してあげるとインテリアとしてもねバランス取れてくるんじゃないかなっていうふうに思います。ただの殺風景な本棚が雰囲気が良くなるというか、インテリアにもねリズムが生まれるというか空間のバランスもね楽しめるんじゃないかなっていうふうに思います。続いては素材についてなんですが、まず焼き物ってありますよね。焼き物はですね特徴としては個性が出せるっていう特徴があります。色が選べるっていうところと、あとはですね少し目立つっていう特徴もあると思います。なので合わせるのが難しいっていうねデメリットもあるんじゃないかなっていうふうに思います。で焼き物系だと手作りとか、まあ、いろんな自由な形ができますので一点物を見つけることがねできます。特徴としては小型なものがすごく多いっていうところがねあると思います。焼き物の植物の鉢を購入する場合は、まあ、かなりね気に入ったもの、これ込んだもの以外はね買わない方がいいかなっていうふうに思います。なんとなく買ってると色もバラバラだし形もバラバラだし、っていうような感じになってしまいますので部屋がねごちゃついてしまう原因になってしまうんです。ここが注意になります。続いての素材としてはモルタルっていう素材があります。でこちらはですねこんな感じでグレーの感じですよね。独特の味が出るっていう特徴があったり存在感があまり強くないっていうねいい面もあったりします。なので目立たないっていうね特徴になるんですよね。まあ、大きい鉢を購入する場合はモルタル系の鉢はねおすすめなんじゃないかなっていうふうに思います。小型の鉢でもそれなりのね雰囲気は出せるのでそこもねおすすめな感じで万能なんですよね。であとはデザイン次第なんですが直線的なデザインが結構多いです。シンプルなデザインになっていてモダンな印象を作りやすいっていうのがねモルタル鉢のいいところかなっていうふうに思います。続いてはですね色にも出てきたんですがテラコッタですね、レンガみたいなものになります。でこちらはですね大小のサイズが見つけやすいっていうのが最大のメリットだと思います。先ほど言ったように同じ素材が世の中にね多数出回ってますんで微妙な色違いっていうような失敗がないです。割とね安い素材なのですごく安価に購入できる場合があります。ネットで購入したとしても色と素材がね合うので統一感が出しやすいっていうメリットもあります。単品で使うよりも組み合わせで使った方がよりね雰囲気が出やすいっていうのがあると思います。逆に言うと個性が出しづらいっていうデメリットがあると思います。組み合わせてね自分なりの個性を出すっていうのがテラコッタのやり方かなっていうふうに思います。はい、続いてのね鉢の素材としては金属っていうのもあると思います。金属の場合は高級感、ラグジュアリー感っていうのが出しやすいっていうのがあります。であとはですね薄く作れるので鉢カバーとしてはねかなり軽いものが多いですね。光沢があって目立つのでアクセントにすごくねおすすめかなっていうふうに思います。他にもですね天然素材を使った鉢カバーっていうのもよくあると思います。こちらはですね部屋の雰囲気が出しやすいっていう感じですね。高級感、ラグジュアリー感みたいな雰囲気を出すんじゃなくてなんか味がある優しい雰囲気の空間
を作るのにおすすめのね素材になってます。シンプルであまり物が置きたくない、すっきりさせたいっていう方におすすめです。シンプルなインテリアだと物が少ないわけなので、一点一点のね素材が結構重要になってくるので、まあ、ここにですね天然素材のね鉢カバーを使うとね、物が少ない中でも雰囲気を出せるっていうことになります。高級感はね出しにくいっていうところはあるんですけど、優しい印象になるっていうところがね最大の魅力だと思います。次はですね形状を見ていきたいと思うんですが、形状はですねまずよくあるのが台形ですよね。下がつぼまってて上が広がっているタイプですね。こういったものだとデザインとしては目新しさがないっていうポイントがあると思います。なので普通っぽく感じると思います。メリットとしては収納が楽なんですよね。スタッキングできるように持ち運びにね適している形状にはなっています。コップみたいなもんですよね。なので台形のものを選ぶ場合は素材にこだわっているものとかがねおすすめかなっていうふうに思います。でその他には筒型っていうのもあると思います。まっすぐ柱のようなものになっていて直線的なデザインですよね。でモダンな印象になると思います。癖がないのですごく合わせやすいっていうのがあると思います。角が丸いと少しだけ優しい雰囲気がね出るっていうのがこの筒型のおすすめのポイントかなっていうふうに思います。続いては、四角ですね、スクエア型になるんですが、こちらはですねちょっと設備っぽくなるかなっていうところがあります。鉢っていうねアイテムっていうより内装の一部のようなねそんな印象になってくるかなっていう感じです。無機質な印象っていう感じですかね。メリハリがつくので空間をね分ける場所に使ったりだとか、あと屋外なんかにかなりおすすめだと思います。続いては、細長のタイプになります。縦に細長のタイプですね。でこういったものだとバランス取るのが結構難しいっていうのがあります。でこれはですね一番使いづらい、鉢の形状かなっていうふうに思います。割と外で使うには結構適しているかなっていう気がしますが、自宅だと、まあ、結構使いづらいかなっていうところがあると思います。他にもね形状としては丸型っていうのもあると思います。他のね形状よりも低く感じるっていうね特徴があると思いました。植物の下にまん丸のものがあるとね結構目立つっていうのもあります。ちょっとね違和感を感じるため目立つんですよね。でもし使いたい場合に関してはインテリア内のものにリンクさせるようにしてください。ゴールドのね丸い鉢だったらインテリア内にもねゴールドをどっか使ってあげるだとか、丸い形状をですねインテリア内にもどこかに使ってもらうとかね、素材とか色とかね形状をインテリア内の何かにリンクさせてあげるっていうのがね丸型の鉢が浮かないようにするポイントかなっていうふうに思います。はい、続きましてはインテリアに入れる場合のレイアウトパターンも考えていきたいと思います。じゃあ早速ね見ていきたいと思うんですが、まずこちら部屋の角にまとめるっていうね、こういったやり方が素敵だなっていうふうに思います。こんな感じで天然素材とテラコッタ、まあ、一部ねアクセントでゴールドの鉢がありますけど、まあ、こんな感じであれば、まあ、アクセントと、まあ、自然な感じが組み合わさってね雰囲気が良くなるかなっていうふうに思います。ここにある植物もねいろんな種類がね組み合わせてる分鉢はね割と統一感があるようにしていると思います。続いてはソファー脇に置くっていうやり方もポピュラーなやり方かなっていうふうに思います。基本的には植物と窓の関係が大事なので植物のね種類によっても考えていただければなっていうふうに思います。続いてはですねサイドボードに置くっていうレイアウトの仕方もいいかなっていうふうに思います。例えばこんな感じでそんなに大きくないものの方がサイドボードなんかにね置くのにいいかなっていう感じですよね。これだとアートとか照明とかとね組み合わせて棚の一部としてね飾り付けに使われています。こういうのもね雰囲気いいですよね。まあ、あとはですねソファーの横に置くにしても床に置くんではなくてちょっとね高さを出してあげてバランスを見てあげるっていうのもいいかなっていうふうに思います。こんな感じでね多分これが下に置いてたら結構ね邪魔な感じにもなるし植物がね見えなくもなったりとかねしてしまうので、まあ、こうやってちょっと高さを出してあげるっていうのも一つのやり方かなと思います。こんな感じで本棚と組み合わせるっていうねやり方も結構ねいいやり方かなと思いました。普通の本棚に本が置いてあるだけだと、まあ、なんか殺風景な印象になってしまうので日当たりのある場所だったらこうやってね植物を組み合わせてあげるっていうのもいいですよね。こんな感じで植物の台を作ってあげてそこに固めてあげるっていうね統一感を出したようなやり方、あえてね植物のスペースを作ってあげてインテリアの中に散りばめるのではなくてインテリアの中の植物コーナーみたいなのをね
作ってあげると、これはこれでねインテリアのね一部になるかなっていうふうに思います。はい、というわけでね、植物の鉢の色とか素材とか形状とかね、植物との相性なんかも考えて僕がね購入してきたものがあるんで、そちらをねご紹介したいと思います。植物の鉢を購入してくるわけなんですが、鉢のサイズがわからないとちょうど合った鉢っていうのをね購入することはできないので、まずね鉢を測ることから始めましょう。はい、それでね購入してきたものがこちらになります。こちらはですね、一応ねモルタル鉢になるのかな、結構軽めのものになってます。中はねこんな感じになっていて、この入り口が太いけど中はねちょっと薄めのものになっております。穴開いてるので、こんな感じで穴が開いてるので、こういったプラ鉢をね中に仕込ませて、それでこれをね入れてあげるといいかなと思います。こちらのモンステラね、ちょっと細いんですけど、今後ねどんどん大きくなっていく鉢なので、割とスペースをね空けた状態で購入してきました。でこう見るとね雰囲気結構いいですよね。もうさすがにねこのプラ鉢だけよりねだいぶいいと思います。続いて2つ目はこちらのねカラテアなんですけど、まあ、この間ねここを色をね塗ってちょっとねコンクリートのような雰囲気になってますが、形状もね揃えたいと思って購入してきたものがこちらです。こちらはですね先ほどと同じやつの大きいものですね。でこれをですねここにこうぴったり入るようなものを選びました。今度はこんな感じでですねすごいぴったりになりました。これがあることでね部屋の雰囲気だいぶ良くなるんじゃないかなと思います。続いてはこちらなんですけど、こちらはこれまあ結構昔から育てているものになるんですけど、モンステラのこの斑入りのねモンステラってやつです。こうやってねまだら模様があります。まあ、こういったねモンステラがたまにあるんですけど、それをね購入してきたものをずっと育てて結構大きくなってきたものになります。こちらに関してはちょっと大きいもの、先ほどとデザインは同じなんだけど大きさが結構でかいのでそこそこ重いです。で色違いっていう感じですかね。こっちだとグレーって感じ、先ほどはちょっと白っぽい感じですね。先ほどの方がちょっと明るい感じだけど、まあ両方ともグレーですね。でこちらもこんな感じ、ぴったりにちょうどのものを購入してきました。サイズはですね結構大きめです。これで幅がですねこの鉢の幅としては35センチ、内側の径は30センチというようなものになります。高さはね35センチですね。でこれでも雰囲気良くなったんじゃないでしょうか。やっぱりモルタル鉢ってかっこいいし無難に合わせやすいですよね。最後はちょっとこのスペースじゃ置けない感じなので、別の場所でご紹介します。今回は立川駅からすぐ近くのグリーンスプリングス内にあるラストさんで全て購入しました。僕は近所なのでよく行くのですが、特にクオリティの高い鉢が手に入る都内でも数少ないお店になっていると思います。良い鉢はすぐに売り切れてしまうので、入荷のタイミングを聞いてから行くようにすると間違いがないので、お近くの方はぜひ行ってみてください。はい、続いてねこちらなんですが、この植物、はい、モンステラめちゃめちゃでかいの1個持ってます。いつもね背景に映ってるんですけど実は結構大きいです。でこれにね入るぐらいの大きさのものを購入してきたんで、こんな感じぴったり入ります。ちょっと大きいぐらいかな、でもバランスは取れたんじゃないかなっていう感じですね。こんな感じでですね鉢が揃いました。モルタル鉢で明るめのグレーと濃いめのグレーなので万能だし使いやすいし、どのインテリアに置いたとしてもうまく組み合わせられるんじゃないかなというふうに思いました。なのでねこちらを購入してきました。であとね最後1個だけもう1個購入してあるんですけど、それがですねこちらになります。こちらも追加で購入しました。でこれがですね細長いタイプの同じものになります。そこそこ重みはあるんですけど、こんな感じでですねドライリーフを刺して、うまくね飾ろうかなっていうふうに思います。やっぱりねドライリーフって背高いものってベースの方もですね背高くなければいけないので、ガラスのものとかね、結構大きいものを買わなければいけないんですが、たまたまこちら見つけたので、こちらをちょっとね購入してみました。というわけでね僕はモルタル鉢のシンプルなものをね購入してきました。大小あるので高さもね調整できたりとか、結構ね万能かなっていうふうに思います。今回の内容を参考にぜひね鉢の方を選んでみてはいかがでしょうか。はい、というわけでインテリアやライフスタイルについてまたこちらからお送りします。はい、それではまた。